ベルナニ・マルキラは6億から5億8000万年前の地層から発見されたアクリタークの一つ。大きさは0.1から0.2ミリメートルで髪の毛の太さ程度である。学名バーナナ・マルキアラは小さな春の動物を意味する。これはこの化石がマリノア表記の終わりの層から発見されたこと、また発見当初は動物だと考えられていたことによる。 左右奏小動物としての復元図本種の化石は中国の三多類層から発見された。この層は軟組織や微細構造を残した化石が発掘される数少ないラーガーシテッテである。この化石は感覚器官とされる一体の穴、消化器、口、肛門を備えた太鼓を持つ三肺葉構造を持つと解釈され、最初期の左右奏小動物であると考えられた。 本種が真の左右相性動物だと解釈されていた頃は、これほど古い層から左右相性動物の化石が見つかることは重要な意味を持つと考えられていた。動物の様々な門への文化が顕微鏡的な大きさのうちに起こったのだとすれば、カンブリア爆発での多くの動物門の突然の出現は、 すでに存在する動物が単に突然の体サイズの増大と容易に化石化する構造を手に入れたことに着着できるからである。現在では本種を左右創傷動物であるとする解釈は非常に疑わしいものとなっている。別の研究者はこの化石はアクリタアクのような球状物の周囲にリン酸塩の結晶が成長したもので化石生成過程におけるアーティファクトであり、 よって、動物ですらないと繰り返し主張している。これに対しチェン・エトールは、自身の解釈を弁護している。パトリシン・エトールは、本種に似た化石を調査し、おそらく生物由来のものと結論している。ありがとうございます。